いやー、今日はえらい雨降りじゃ。こりゃ大変じゃ。昔々と言ってもそんなに古い遠い昔じゃねえ。今から100年ほど前じゃ、ここ熱海の山にはいたずらもんのタヌキやキツネがおってのう、峠を通る人らを捕まえては脅かしたり馬鹿したり困らせとったちゅう話じゃ。ところでと、うん、そう、あの日今日のようにきれいに桜が咲いて、いや雨はなかった。あの日は お天道さんが雲の影から時々笑顔を見せてくんさっての、そりゃのどかであったかな4月の日じゃった。わしは二の町からこの熱海の坂を越えて長瀬の方へ下駄売りに歩いとったんじゃ。下駄はいらんかい、下駄。じゃがのその日はさっぱりじゃった。いやいや、美濃町の祭りがもう近いちゅうのに子供の下駄一足が売れんかったんじゃ。腹減ってくるし、日は暮れてくるし、これまあ今日みたいな日は早う家帰って酒でも飲んで寝た方がいいか、そう思っての。そうじゃ、これまあ早う帰った方がいいわと思って、重たい荷物抱えて熱海の坂を降りてきたんじゃ。その時じゃ、なんかわしの後ろの方で足音のような気配がするんじゃな。ほんでひょっと後ろを向いたら、え、なんじゃ、提灯の明かりがぼんやり見えての。じゃあ、うん、あの明かりはなんじゃ、え、あ、
Thank you.
ょ。いやいや、できるかも。これは夢かうつつか、狐に化かされたんかな、わしは。いや